い期待のかかる、ねうん、ゲーム数になるんじゃないかなと思いますよね。リードは許してますが、まあ、富山の方もしっかりとゲームに入ってます。おー、マブンガスイー、マブンガ選手集中してますね。すごく持っていると思いますのでね、はい、このゲーム2非常に素晴らしいパフォーマンスを見せてくれてますよね。丸山ケメンをいきなり3ポイント、おっしゃる通りですよね。アメタニ昨日ちょっとマブンガがアタックする、でアメタニがもらった、アメタニ一つでも取り返さなければという意気込みが見えます。あフリースロー2つ目外れたところ、お岸本のスリーポイント、いや富山はいい形を作ってますからね、はい、これを継続することだと思いますね、うん、切り替えたいですね富山としては、ね、あおっしゃる通りですね、今のミスはね、はい、おそこで今村のスリーポイント、まあ、ああいう気持ちはこう連鎖していきますね。そうですね、はい、そしてスリーポイント、あいいですね、ここも今村が立ちはだかりました。波里から岸本、エバンスに入る、連続得点19、第2クォーターの5分過ぎたところの富山のアタック、ブライス・ジョンソン、マブンガ選手よく通しましたね、マブンガのパスいいところに通しました。そうみんなカッティングして最後はコーフリッピンのスリーポイント、富山がタイムアウトを取った後のオフェンス、あーっとちょっとミスがあってエバンスのダンク2つ目、残り34秒、エバンスダンクにはなりませんでしたがリングに当たって入りました。ジョンソンに入れる、ジョンソンとダラム、ジョンソンが決めた。松井選手もよく通しましたし、そうですね、その気持ちが乗ったディフェンスを見せて抑えたい富山ですが、今村のスリーポイントだ、いやここも今のもね躊躇ないですよね。そうですね、岸本、マキコーナーからオープンする、落ちてリバウンドクーリーが取る、そして決めます。雪は波里、クーリー、岸本、ダーラム、今村の5人、ダーラムに入る、波里のアシスト、ラモスからブライス・ジョンソンですが、ここがターンオーバーになりました。波里、クーリーラモスからマブンガへのパス、ここがターンオーバーになる、クーリーに対してラモスのファール、切ってじゃない方で俺今決めたぞ。しかしこう気持ちも切り替えたいですね。そうですね、はい、うん、マブンガ、あーよかった、おー水戸が来た、そして決めました。岸本です、スペース作っておいてドライブしてピックアウト、波里のスリーポイントだ、クーリーから小野寺、岸本、波里、スリーポイントフェイク入れてブライス・ジョンソン飛ばしておいて、波里から岸本スリーポイント、ドワイト・ラモス中にアタックしてキックアウト、ここ読んでました小野寺、エバンスそのまま行ってジャンク、波里から小寺さん中に勝負に行く、シュートが落ちますがその後ブライス・ジョンソンがボールを奪いました。ジョンソンステップからタンク、マブンガがペイントにアタックしていく、そしてスタップショット決めた、素晴らしいステップですね今のね、1歩目と2歩目のねリズムを変えてきましたよね、はい、おっとフリッピン、おここでターンオーバーです、ラモス見えてますね。そうですね、うん、まあ今日はね富山でもパブリック、ラモス、スリーポイント決めた、マブンガ、ジョンソンに合わせる、いいですねジョンソン選手、仕事ここで試合終了、琉球ゴールデンキングス対富山グラウジーズのゲーム2。